この話は30年ほど前、実際に新聞に出てしまった話なので、いろいろなところをぼかして話しますことをご了承ください。これは僕が仕事でお世話になっている太田さんという方が中学生だった頃に体験した話です。まあ、その日、太田さんは学校で授業を受けていました。まあ、いつもの授業風景、教師が教科書を片手に、 まあ喋っているのをぼんやり眺めているといきなりガラガラッとドアが開いて別の教師が教室に飛び込んできたんです誰もが目を丸くしてその教師を見ていましたまあ当然通常他の教師がいきなり飛び込んでくるなんてありえないですからねそんな中その教師が「おい佐藤ちょっと来てくれ」一人の生徒を呼んだんです その生徒というのが太田さんとも仲のいい男子生徒の佐藤さんという方だったんですがその佐藤さんもきょとんとした顔で教師について教室を出て行ったんですまあざわついた教室の中だったんですが授業を担当していた教師がまあまあまあというふうに沈めていつも通りにまた授業が再開したんですですが すぐに佐藤さんが教師と一緒に戻ってきましたで自分の机まで戻ってくるといそいそと帰り支度を始めたんですまあその太田さんというのがクラスの中でもかなりにぎやかな方だったので「あれ佐藤帰るの? <laughs>」「うんちょっとね <laughs> いいな俺も帰りてえ」なんて軽口を叩いていたんですが一緒についてきた教師が「太田お前は黙ってろ!」 かなり強めに怒られてしまったんですまあいつものこと太田さんはよく怒られる方だったので全然その辺りは気にしなかったんですが友達の佐藤さんが突然授業中に帰ってしまうというのは気になっていたんですその日ホームルームも終わっていそいそと出ていく教師を捕まえて佐藤さんが何で帰ったのか太田さんは聞いてみたんです すると、教師は少し罰が悪そうに口ごもったんですが、こんなことを教えてくれました。うん。明日の朝刊には出てしまうと思うから、内容はわかると思うんだけど、佐藤には何も聞くな。わかったかそれだけ言うと、教師は足早にいなくなってしまったんです。そして次の日、 太田さんは長官を確認したんですがそこには見知った名前が載っていました A さんのお父さんが自殺したという内容だったんですこの佐藤さん佐藤さんのお父さんここでは A さんとしておきますがこの A さんこの地域で唯一刀剣を扱った古物商をやっていたんです その A さんが日々の日課としているのが商品の手入れだったんです刀剣の手入れをその日も自分の部屋でやっていたんですがその最中突然発狂し部屋にいた自分の奥さんを切りつけたんだそうです背中をばっさり切りつけられた奥さんは致命傷には至らなかったため やめてやめてと自分の旦那に追いすがったそうなんですがもはやその時点でおよそ人間とは思えないまるで獣のような錯乱の仕方で暴れ回る旦那をどうすることもできず隣に逃げ込んだそうなんです奥さんを追ってくると思った A さんはその後部屋から出てくる様子がなく警察を呼び 突入するという形になりました刀剣を持っているということでかなり慎重に突入することになったんですが警察が部屋の中で見つけたのは奥さんを切りつけた刀剣で自分のお腹をかっさばき滑腹自殺をして膝立ちのまま絶命している佐藤さんのお父さん A さんでした。 背中を切りつけられたお母さんが救急車で運ばれ手当てされるそういった段階になり佐藤さんが学校から帰されたそういったことが先日の流れだったそうですその日学校へ行くと教室はその話で持ちきりになっていましたその日のホームルームでも教師が 佐藤が復帰しても何も聞いてやるなとかなり強めに説教をしたところでした大体いい1週間ほどすると佐藤さんは学校へ帰ってきたんですがやはり事件が事件だけに誰も何も聞けなかったんですでも時が経つにつれて好奇心が勝ってしまい佐藤さんの友達だけは「お前聞けよお前聞いてこいよ」 となすり合いになってたんですそこでじゃんけんをした結果聞くのは太田さんになってしまいました。なあ佐藤大変だったなお前何があったんだそうすると佐藤さんは一言だけあの刀がいけなかったんだと思うそう言ったんだそうです。 古物商を営んでいた A さんは人望も厚く古物商の組合の中でも組合長をやるほど人望に厚い方だったそうです商売もうまくいっており家族仲もいい強行に至る理由などなかったそういった話でした凶器となった刀は警察に押収されて亡くなっていますが 僕は思いましたもしこの世の中に妖刀というものがあり事件になっているとしたら警察の押収品の中には呪いの武具というものが大量に存在しているのかもしれないと以上です最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。